どういうことだい？本当にその演出をしたいのか？こんなに楽しかってくれたら何でもなんと素晴らしい光景かと思ってな。私にとって一番いい答え。絶対にこれが正解。私もなんてみんなと一緒に。お前はピアノで俺はショーで。本当にありえないことだらけだったな。ステージに司くんのキラキラはたくさんの人を笑顔にすることができるから。だから。ああそうか、やっぱり僕は、いやいや、目を背けるな。この感情をもっと感じろ。私は世界で歌うミュージカル俳優になりたいんです。ショーってすっごく楽しいね、おじいちゃん。